新大絶パー、はい、この番組ですね、話題の新大を真相初日に実践して全突破していこうという番組になっております。もう全突破ということで21時まで、内緒はこちらですね、はい、10万円です。この10万円が全部なくなるまで、もうとにかくひたすら全突破していこうかなというふうに思います。で、撮影編集出演その全てを僕勝手なりがやっております。本日はですね、9月20日火曜日、ビッグディーパー新橋1号店で収録させていただいております。今回の新大はこちらです。ボーイです、来ました、ボーイです。もうとにかく洗い台、皆さんご存知の方もいるかと思うんですけども、分かりやすく言うと、もっと凱旋ハーデスに近い仕様になってるということで、まあ 6.5 号機ですけども、もう満杯狙える可能性も全然あると思うし、まあ、逆に言うとね、もうほんと10万円全部なくなる可能性もあるんで、ちょっとそれはやばいんですけど、やっぱゴッド揃いのように8192があるっていうのが一番の醍醐味だと思うんで、もう今日はね、それを3発5発どこまでいけるかわからないですけど、それを目指して打っていきたいと思います。ということでね、早速打っていきます。さあ行きましょう。まあ、もちろんこの台は新装初日の台なんで、リセット台ではあるんですけど、おそらくこれをね、奇数転廃が朝一続いたらリセットに期待が持てるんじゃないかと思うんですけど、なんかこれ普通に熱そうじゃね。え、補定柄、まあ、いわゆる補定柄は鏡みたいなもんですね、凱旋とかの。これないかな、ワンチャンないか。え、あるでしょこれ、なんで。え、ありそうじゃない。今日体補定が、あ、でもないか。あ、もう1000円なくなったわ。はい、16ゲームで1000円なくなりました。なんすか、ないんですかっていう、このいちいちドキドキさせられるのも、もうゴッドシリーズと同じですね。あー、ないな。まあそうだよね、別になんか引いてるわけでもないしね。え、プッシュボタン、おーいやお。で、これはですね、疑似連みたいなもんです。で、赤まで行ったら熱い。あー、赤まで行かない、緑まで行って今プロローグ。これですね、前兆ステージになります。マジか、いきなり行くんだね。ただですね、前兆ステージなんですけど、今これ3と5図柄しかないじゃないですか。あ、増えた。そう、3ラインになるとチャンスです。え、あるのこれ、いきなり。俺何もまだ500とか引いてないけど、状態いいとこで何かしらで刺さったみたいなことですか。これプッシュボタンとか来ないとね、当たらないと思うんだけど。お、いや、当たった。マジ、これ当たった。ああ、中段ベルではないけど当たりました。ちょっと待ってね、あれ、俺が一番驚いてるんですけど、何にも説明してないんですけど、33ゲームで当たりました。当たった、マジ、なんで。まあいいや、とりあえず行きましょう。で、まず当たったらですね、うわ、ちょっといきなりちょっとチャンスなんですけど、まず当たったら最初、ギグスオブドリームっていう、この今残り9ゲームって見てるんですけど、10ゲームの AT ストックゾーンに行きます。これ必ず行くんで、ちょっと行きますね。で、これプッシュボタン出てるんでチャンスですね。チャンスって出ちゃいましたけどね、激アツとかではない。で、あ、もうストックした。で、これ今1ゲーム目にまあレア役を引いて上乗せしたんですけど、そうすると巻き戻ります、10ゲームで。あとは基本的にはまあレア役もそうなんですけど、カットインがあります。カットインで上乗せしていったりしますね。来ないか、あ、来た、これね。あー、でも青、あー、冗談。これ中段に止まったら一角です。いやー、それはない。でもね、そんなに言ってもめちゃくちゃここで乗るわけではないと思います。あ、来た、難しいゲーム。あー、でも青が中段に止まらない。あ、冗談。あー、それはないということで、まあワンストックですね。いやー、ちょっと待てよ、いろいろ展開早いですが、今2ストックあります。で、これがギグス何ゲームで、今60ゲームって出たんですけど、で、今赤い
ってあるんですけど、セット数管理で1セットで40ゲームから100ゲームになります。で今60ゲームが選ばれてたよっていうことですね。で今さっきあそこの曲名が赤色だったんですけど、あれは継続期待度を示唆してます。ただね、もうあの1ストックしてるんで、まあ、2ストックは約束されてるんで、次は継続するよっていうことなんですけど、今ねこれちょっといい状況なんですよ。まあ AT 今ギグスをやってるんですけど、さらに上位の AT があります。それがラストギグスっていうのがあって、それは必ず100ゲーム毎セット100ゲームになるんですけど、ちょっと待って、やばいな。あのこれ今扉演出なんですけど、いわゆる凱旋でいうところの天空の扉とかなんですよ。だからこれ靴今暑いんですよ。これ何にも解説させてもらえないんですけど、とりあえず暑い。マジで819にあるよ、ゴッドゾロイ。いきますね。あーないか、止まんねえし。ボーイズガラスラでもこれ揃うんじゃない、後ろなら。あ、揃わない、フェイク。まあまあこういうこともあるよね、そりゃ。ただフェイクからの上乗せもあるかもしれない。551 3ゲーム、これ4ゲーム目はおそらく、まあ、ゴッドシリーズ同様当たり確定なんじゃない、演出起きたら。あ、起きた。しかも下っ端で消えた。で上乗せと、はい、ワンストックなのでトータル3セットを約束されましたよということになります。でさっき言っていた何が今この状況チャンスなのかというと、まあ、先ほども言いましたけど、ラストギグスっていう上位の突破ゾーンに入れることがまず第一目標です。どうしたらじゃあ上位 SP に行くのっていうと、まあボーイ揃いとかはそのまま一発で1回目からドア玉から行くんですけど、こういうギグス普通の当たりの場合はですね、規定セット回数到達後に移行します。それが4、6、8の後なんですね。なんで4セット消化したらチャンス、6セットも消化チャンス、8セットを消化したら必ず行きます。8セット消化したら必ず行くんですけど、まあ今見てもらったら分かる通り、ここ1、2、3、4、5、6、7、8ってギグスがあるんですね。でこの今7と8がフリーパスになってるんですよ。っていうことは規定回数が8がこれ選ばれてないということが分かったんですよ。っていうことは4セットないしは6セット継続させたらラストギグスに行くんで、今これ上乗せをすればするほど上位 AT に行くチャンスなんで、ちょっとこれを生かしたいと思います。さあラストでおそらくカットインが出てきてですね、こうボタンを押すと出てきます。で今白なんですよ。これ赤とかだと今、ね、60ゲームって選ばれてたんですけど、もしかしたら80ゲームかもしれないよ、100ゲーム選ばれてたかもしれないよっていう、まあ後で告知してくれるよといった感じになりますね。で今60ゲーム消化後なんでアンコールタイムに行きます。まあこれはもういわゆるヘルゾーンですね。で今はストックがあるので、ここは必ず成功すると、でタッチセンサーを触るといった感じで、ここ触りますね。はい、継続。さあ何ゲーム、あー40ゲームか。とりあえずちょっと僕何にも説明してないんで、基本的なスペックのことを説明しますね。まずこの台は設定が5段階1、2、4、5、6です。まあ L もあるんですけど、 L は下パネル消灯してたら皆さん座らないようにしようということで、で設定1でなんとですね AT の初当たりが498なんですよ。で設定6で294分の1なんで、この初当たりにかなり差がある。ただこの台の魅力はですね、ちょっとこの説明はまたしますね後ほど。この台の魅力はですね、設定6の機械割りが 113% あるんですよ。まあ、設定値は498分の1なんでめちゃくちゃ重い。で天井は1480ゲームプラスアルファなんですよ。もう凱旋と一緒っす。っていうことを考えたら全然天井行っちゃうことも余裕であるわけで、そんな中ちょっとこのすごい速いゲーム数で当たってくれたことをね感謝し、これを伸ばしていきたいわけです。まあここは継続ですね。さあこれで3セット目何ゲーム、
対局面は赤くなったりしない。赤の上は金がありますね。金はおそらく継続濃厚です。さあ今はねもうセット数ストックがないんで、こっからは先ほどちょっとね千手観音図柄っていうんですけど、さっきの紫色のあれを狙えとありましたけど、あれを狙ってボルテージを上げていって、この AT レベルってのがあるんですね。今レベル1なんですけど、レベル5の上がマックスなんですけど、これがどんどん高くなればなるほど継続期待度は上がっていくよといった感じになります。ちなみにですね、このボーイ揃いはですね、中段だけでなくてこう右上がりだったり右下がりにも揃います。なんでどっからでも左第一でね止まったらチャンスはあると。正式名称はですね、ゴッドオブロックバンドです。なんでゴッド揃いで大丈夫ですからね、呼び名もね、ロックバンドの神ということなんですけど、これね相当今まずいです。千手観音図柄1回も止まらずにボルテージ上げれなかったんで、まさのレベル1っていう状況なんですね。あーしかも白だからゲーム数はなさそう。ない40ゲームで、こっから5ゲームめちゃくちゃ大事アンゴールタイム。いや待ってマジラスト頼むマジで。いやーダメなんだ、3セットで370枚。まあ、今終わっちゃったんですけど、このラインこの AT 終了後がめちゃくちゃ大事です。 AT 終了後は必ず超天国からスタートします。で100ゲーム以内の当選期待度が 25% あります。なんで今ここ大事です。さあ100ゲーム到達しましたね。まあ当たることはなかったと。やっぱ液晶に7止めないと始まんないですね。まあじゃあボーイ揃いしたら一体何がいいのっていうとですね、もう一発目からラストギグスに行って、ラストギグスが3セットなんで最低でも300ゲームですねは保証されます。でまあ一番見たいのはやっぱりフリーズ演出ですよ。プチューンですよ。プチューンを伴ってボーイ揃いした場合はですね、ラストギグスがまず5セット保証されます。保証されるかつそのラストギグスの最大継続率が 80% あるんですけど、 80% 選ばれる可能性が 50% 2回に1回選ばれるよといった感じになります。でそのね 80% 継続率 80% を選ばれると期待獲得枚数が2400枚あるよといった感じになります。あ、なんだ、はいはいはい、あこれ揃うとですね、チャンス、あ揃いましたね。さあ来た。これはですねビートレボリューションはですね、まず10ゲームあります。10ゲーム間にレア役ないしはリプレイベル聞くと、ここに今4つあるんですけどメンバーが集結します。で4人揃ったら成功になります。で成功しても当たりではないんですよ。実は成功したらチャンスゾーンに行くよといった感じになります。なんで、まあ、チャンスゾーンへ行くためのチャンスゾーンみたいな感じです。ただリプレイとか揃えば仲間来るんで、これはどうだ、行かない、一人も来ないんだけど嘘でしょ、この10ゲーム何だったの。4人揃わなきゃダメって言ってるのに一人も来なかったわ。いやー474回転全く当たる気がしません。2枚目、これ当たるかな。3枚目です。1000ゲーム到達ということで、まあ1400が10ゲームプラスアルファで天井になりますね。ちなみに天井に行った場合はですね、ラストギグスからスタートします。でしかも2分の1で 80% 継続が選ばれるんで、これまた大チャンスと、まあ、天井の、ね、恩恵は非常に強力になっております。もうこうなったらそれを目指そう。4枚目、うわー微妙なとこで今日初のリプレイ3連。リプレイに関してはですね、3連で AT 抽選してます。で4連は確定です。で5連以降はその都度その都度ストックしていくといった感じなんですけど、まあリプ3で当たる台ほど高設定であることは間違いないかなと、まああくまで推測ですけどそう思います。でこれ次ねリプレイ行ったら当たりなんで、今1185いらんよリプレイ、今いらんよこれ、冗談はやめてよ。
うわやば、だってもうリプレイか中断で15万円揃うかしかないんですよ。あー危ねえ、耐えたでしょ、これは耐えたでしょ。もうねこうなったら天井行っちゃった方がいいから。え、ブロークなんで？おかしいやろ。なんで今？ツーラインのままでいい。俺だって特にな、うわマジスリーラインとかやめてよ。今1300手前。こんなん当たったらまた頭抱えるやつよ。やめろって。何にも引いてなくないだって、急に誰かおるんでしょ、おかしいでしょ。待ったよね、あぶねえ、よかった。よし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 、さあ1300ゲーム到達、あと180ゲーム。いや思い出した、このなんか嫌な感じ、天井間際の感じ。いやあんまなかったっすもんね、6号機になってから。その天井前で当たっちゃったうわーみたいな、あの凱旋みたいなことはね、別に当たったとてそんなに天井恩恵ないしみたいな台が多かったと思うんで。久々だわー、あと170ゲームで、マジで天井行って80%ループ取ったら本当に完走ありえると思うんで、思うっていうかありえるから、これマジで行っちゃった方がいいんだよ。だってここで普通に当たっちゃったとしてギグス行くじゃん、マジで60ゲームとかで単発で終わってみ、最悪だよ。それだけはやっぱ許されないから、もうフリじゃないですよ、全然こういうのフリじゃないから、絶対天井行くから。うわやばい、フェイク引いてる。これねフェイクね結構重いんですよ、9分の1とかで今日俺は役扱いになっちゃうから、ちょっとまずいくないけどね、まずくない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 、まずいとか思ったらマジでまずいとかになるから。うわーもうやだよ俺、うわやば、怖、マジ怖、うわやばくない、これ4回目じゃない、違うよね、3回目だよね。よし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 、やめろ絶対やめろよ、 OK。 何枚目だ、うん、おー5枚目、もうまだ昼なのに、やめろよやめろよ、外れろ、うわーやばい、いやここだな、いや来た大ピンチ、ここだ勝負どこ、マジでここマジここ。まあ今この1400ゲーム間で3回目なんですけど、ビートレボリューション、まあね、2回目にメンバー参戦してるんで、あと2回出てきちゃうと、2回引いちゃうと、まあ、引いちゃうとずっとここでこうやって引くんだよ、まずいのよ、チャンスを言っちゃうから、もう引かないでほしいのよ。勝負どこ、頑張れ俺、乗り越えろこの壁を、引くなよ、何も引くな、絶対引かない、このまま終われば俺の勝ちだ、もうあと50ゲームだもん、だってよし、からあと3ゲーム、何にもいいいいね、できる子できる子、いけるいける、ラスト引くなよ、絶対引くなよ、絶対引かなくていい、もういいから OK、 よしハイモードじゃないのよ。あと43ゲームが遠い、近いはずなのに遠いよ。穏やかに、気持ち穏やかに行こう。うわもうなんでここで、おかしいやろ、頭おかしいだろ、なんでなんでよ、嘘だろ、1447、どうしよう、とりあえず押してみようかな。これ一番最悪なのは白7だよね。じゃあマジでいいランク今は。うわなんだこれなんだこれ、まあ一応あるんだよねボーイゾロイも、でも全然喜びづれえな、あったとしても。もう連敗したら確定です、2確です、押しますね。あーちげえのか、こんなんで俺白7揃ったらマジでもうおかしくなっちゃうよ、これ当たりだけだから白7はマジでいらんって、ほんと頼む、外れて、よし、うまいけどこうフェイクも、フェイクで当たっちゃうこともあるから、ちょ待ってマジで何これ、何これ、しかもハイモードだったじゃん、そう忘れてたわ、ハイモードで今フェイク引いて、でフェイクもうわ嘘でしょ、こんなとこ行ったことないじゃん、神殿ステージみたいなもんじゃん、いかん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 、マジで頭クラクラする、頼むって、うわやば、これマジでやばいだろ、
外してくれ。そうマジでやだマジでやだ、こんなん朝一当たったやつやん、これ超強かったやつじゃん。まあ赤まではいかなかったけど、本当嫌なんだけど。ツーラインのままでいいから、もうツーラインのお願い、一緒のお願い、ツーラインのままでいいから、いいから、いいから、もう見れない、俺見れない、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 やめてやめて、頼む神様。うわ死んだ、終わったわ、マジで失敗色に。もう1463ゲーム、あと17ゲームなんだけど。うわ最悪マジ、あと17ゲームだよマジ。あこれ強い、乗ってよ、乗らんのかい。はあ、ストップはできんの。あれあれラストになってる、なんで、あれなんで、1480、間違いなく踏んでない。 いや考えられる点としてはですね、あのこの台にはあのレジェンドモードっていうのがあって、レジェンドモードだと当たったら必ずこのラストディグススタートなんですね。だから今実は内部的にレジェンドモードにいて当たりましたでラストディグスになってる可能性は考えられる。まあね、いろいろありましたが、もうラストディグス行けば最大で 80% ループですから。ちなみに最低で何パーとかはまだ詳細出てないからわかんないんですけど、 80% あるわけですから、これ伸ばす。まあ一旦ラストギグス出てきたから許そうと。でこのボルテージをどんどん上げていく。いやー緑か赤までいかないか、相手レベル5までいかなかった、相手レベル4だけど、緑でも継続は期待できるでしょ。頼むよ、絶対で、これ絶対ダメだよ、当てなきゃ。ここあいきなり奇数転廃しない、ここでスルー、いやー来ない、大丈夫、これやばいやばい、最終ゲームだよ、頼む絶対来る、うっそ、そんなバカな、なんだこれ無理だ。おお急に来たな、こっからプチューンとかないのかな。うわ扉、このパターンは引いたんじゃない、マジであっていいと思う。これだから左に7とか止まったらほんとやばいんだよね。あーそうか、ボーイズガラすらないじゃん、これは白7だな。はい、ということで白7揃いなんで AT 直撃と444ゲーム、投資は5万です。ラストギグスまで行きます。60ゲーム、でもね、おそらく初回は60ゲームは保証されてるんじゃないかな、40ゲームは選ばれないみたいな感じなんじゃないかなと思います。揃ってよーし、あーいった、分かったー、これで継続。はい、ということで、5セットの672枚で終了といった感じですね。この背景はちょっとね今わかんないんですけど、まあデフォルトではないやつ何かしら。ただいま530ゲーム、10枚あったんですけど半分なくなりました。そして6枚です、7枚目です。現在800ゲームでございます。ちょっと落ち着こうと思って外に行ったんですけど、台風だから大雨だったっす。マジでホールの中で台風来てる。まあてなわけでまた天井を目指すことになりますね。まあプロローグ行ったっていうことはこっちに行く可能性が高いということで、今赤色なんで行きましたね。さあ子役行こう、あ引いた、よし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 。さあ今日初めてですね、もう3000回転以上もよくわかんないぐらい回しましたが、今日初、4人揃いました。揃うとどうなるかというとですね、チャンスゾーンに行きます。チャンスゾーンに行くんですけども、今この後チャンスゾーンがですね、今5 days とこう
ットになってるんですよ。これがゼロになったら当たりです。なんで今まだ8ゲーム残ってるから子役を引くことでこれを今減らしていこうと、減らせます、減らすほどチャンスゾーン当たる期待度も高くなりますから、それを狙っていきますね。1個も引けんかったっす、残念ね。チャンスゾーンゼロになれば当たりです。ここでも10ゲーム間でまた子役を引くと、おー、レア役の行け行けよ、あー、2つ減った、行ってくれ、あ、子役行ける、行ける、あー、行ける、これもらったの、あと1回頼む、うっそ、マジで頼む、あー、行かない、あ、行きそう、めっちゃ行きそう、行ったでしょ、よし、やっと当たったわ、よかった、天井前にね、なんとか949ゲームで当たった、65,000。あれ、まあ、最終ゲームじゃないのにカットに出たっていうか、これ赤じゃない、白なんだ、あ、ダメなんだ、なんだ、チャンスアップだと思ったけど、さあレベル3黄色で継続なるか、いやー弱っ、ラスト、いやーこれなさそう、あっゼロってこれ当たりでしょ、ダメなのかな、ダメなんだ、そうだよね、ゼロは当たりだよね、リーチ目だよね多分、おそらく046だっけ、お城、お城じゃない、お城だ多分、3セットですね、で396枚、うわ何これ強くね、今日初の演出、これ左に7止まったりしない、マジであるんじゃない、7あるよ、3 なんだあれ、これはどっちだ、あー、フークだ、マジでやばい、8枚目、これ俺6号機になってから8枚目って言ったの初めてかも、マジムカつくわ、何聞いても当たんないんだよ、チャンスゾーン行くか確定薬引くか天井かだよ、おい、いや、起死回生頼む、チャンスかよ、あれチャンスでこれは当たったでしょ、絶対当たってるこれ、ここだ、あれ、いやね、そうだよね、そうだよね、私は強制だ、あー、これ見れる、どうなるか見れる、この後、4回目だよね、だよね、バリーンで、ボタンで、1と、628ゲーム、投資は7万8000円です、間違いねー、やば、144枚、もう無理だこれ、はい、あと2枚、マジであと2枚、10枚あったって、やばいよ、9枚目だよ、いやー皆さん、これなんとか、なんとか8192を引いたらどうなるかとか、どうしたらこの台が出るとか、この台の面白いところをね、見せしたいと思ってるんですよ、心の底から思ってはいるんですが、もうあと1万6000円です、頑張って諦めずにお二揃いも狙いますが、ダメかもしれない、もうマジラスト、ガチラスト、10枚目、マジでこれでなんとかするわ、本当に5枚引くしかねえわ、もうこればっかりはね、知らない方がじゃ分からないことなわけですよ、ボールで打たないと分かんないよ、10
10万金入れないと分かんないよ。マジでこれ全部なくなると思ってなかったけど、まだなくなってないから、あと9000円あるから引けるでしょう。はい、ということでね、10万円なくなりました。はい、なくなりましたね。時刻はですね18時18分でございます。はい、ということで本当ごめんなさい、一生懸命なんとか、はい、しなかったんですけど、出なかったですね。いやー、マジかー、マジでゲームなくなったわ。初当たりは5回ですね。まあ、本来ですね、この番組はですね、10万円なくなったら終わりなんです、終了なんですよ。ただ合意じゃないですか。やっぱライブ行ってもあるよね、アンコールが。アンコールあるじゃないですか。で今750ゲームだから、ちょっとあと1回当たるまで、これはもう本当最後、もう最後、マジ最後、本当に最後、戦場かもしれないし分かんないですけど、まあ、あと1回とりあえず当たるまでちょっと打ちたいと思います。まあ、アンコールです。俺もちょっとこれ逃げ切らなすぎるから、取って引いてないし、10万取り返したいし、とりあえず銀行行ってきます。とりあえず5万、ね、5万を足りるでしょう。マジでこんなセリフを6号機 6.5 号機になって言うと思わなかった。11枚目はやばいでしょう。いやー、俺もこの11枚目なんて言ったのは最後いつだろう。凱旋あった頃っすよね、間違いなく。11枚目はないわ。もう明日のことなんて考えてないからね。やっぱね、今日を生きなきゃね、明日なんかないんですよ、本当に。まあとりあえずやれることを全力でやります。それでもちょっとゴッドゴロイ引けないかもしれません。やっぱそれが見たいじゃないですか。今ね、こうやってこういう打ってて、何が一番見たいって、やっぱゴッドゴロイであることは間違いないから、それを何としてでも引きたいんだけど、引けなかったらごめんなさいとしか言えないんだよ。ね、4回目、いやー微妙なとこだな。974、まあ当たるなら当たるで今なのかな。ペイン出てるね。さあこれで4人集結で、こっからは5日の間をどんどん減らしていきたいから、また引いていきたいと。じゃあ当てていこう。これで4日になると。3日、ラスト3日ですね。まあ当たるならここだね。2日、1日ですよ、あと7ゲーム。どうだ。いや、もう当てよう。あ、行ったんじゃない。行かないか。あ、行ったでしょ、これは。 OK、 行きましたね。985ゲームです。今年は108,000円。いや、赤になんないね。中断止まらない。はい、残念。もう自力でラスト技術まで上げるしかない。よし、フリーパス6まで行けば必ず。緑まで、うわ、そこで消えてる。え、なにこれ。え、これ7通りあるでしょ。ちょっと待って、マジであるだろこれ。おかしいでしょ、こんなの下パネ消えてるとか。いや、絶対あるだろこんなの。なあおい、なんなんだって。1個しかねえだろこんなの。右上がりに揃うしかなくない。揃わんのかい。なんで乗ったんだ。なんだよこれ、揃ったと思ったよ絶対。ある、上乗せ大事よ。弱いか。
かんないね。するな。あるな、ある、めちゃくちゃある。時計柄はないけど。あと、もう一回、先生。そうだよね、115って続くやつだよね。 OK。 あれなんだっけ、凱旋でも3回目で奇数転敗で最後も奇数だったら4ゲーム目も必ず演出続くみたいな、なんかありましたよね。ラスト、よし、いた。20ゲーム。いやー、そうか。60ゲーム終了。さあ、大事。レベルは2。正直弱いけど、なんとかするしかない。うわっつ、いったでしょ。ねえ、お願い。よし、大きく来たわ。生きてる。とりあえず4突破したから、しかも60でかい。この後、プレミアムアンコールだった場合は、ラストギブス行く。よし、赤まで行った。ここは継続するでしょう。っていうことは、ここ継続した後、もうワンストックできれば 100% ラストギブス行くということですね。あとは規定回数が4か6どっちだっていうことです。さあ、最終ゲームです。とりあえず AT レベルは5ですね、赤です。で、大事なのがこれ、プレミアムある？で、プレミアム、あー、ないか。ない。ということは6まで行くしかない。でも赤だからさすがに継続するでしょ。よし、 OK。 ということはあと1回、ここ突破したら 100% いきます。よし、60。いやー、もうここまでさ、ずっと耐えに耐え抜いてきたじゃん。ここだけ突破したっていいでしょ。頼む、マジでめちゃくちゃ大事。こここのままいっちゃっていいんだよ。もうテンパってる、テンパってる。いったでしょ、これいったでしょ。頼む、マジでマジで頼む。うっそ、マジ、そんなの。ちょっと待って、でも行くでしょ。いや、そんなわけない、信じろ。絶対行く、行く、行け。うわー、ちょっとピッと来なかった、行け。あー、マジか、うっそでしょ。ダメでした、マジか。当てて終わりにすると言ったはずです。だが、しかし僕はまだ打っていました。そして400ゲームを超えました。遅れた？遅れたよね、今絶対遅れたと思ったんだよね。え？今日一のチャンスかもしれない。あるかな。俺これ、あー、もう揃ってくるからさ、もう全てが報われるのよ。信じていい、マジで本当信じるわ。押します。いやー、揃うと信じよう。揃わねえわ、全然揃わねえわ。もう無理だわ、やっぱ。はい、これ12枚目ですね。いやー、マジでもうマジ何のために言ってんのか分かんなくなってきたよ。さあ、これで1000ゲームです。時刻は20時42分。で、今ね、11万6000円同士です。ちょっとね、これ今急がないと、炎上行くことを考えるとちょっと時間がないんで急ぎます。もうちょっと一旦投資のことは忘れます。この境地はもう無我の境地よ。何にも感じない今。13枚目言ったことないよね、13枚目なんて。
いやもうね、こうなるともう笑うしかないし、笑えてくるよね。13138ゲーム、2回目のビートレボリューション。まずい、これチャンスいっちゃうかも。いやー耐えれないか、これね、あと1人だから多分揃っちゃうね、ここで4人。いやわからん、もうこうなったらもう多分今日はうまくいかないから、何をやっても委ねるしかない、どんな運命も受け入れるしかない、覚悟を持って打とう、自分で決めたことだ。あと2日やないかい、うわめちゃくちゃいいタイミングで焼き引いてるわ、ゼロだわ。はい、1232ゲーム、123,000円、大当たり。あもうこれはね完全にラストですね、時間的にも。今20時59分。マジ241枚、反発。はい、ということでね、実戦を終了したいと思います。まず最初にですね、本当にここまで見てくださった皆さん、本当申し訳ございませんでした。やっぱりね、いいとこを見せたいっていうのはあって、なんだろうな、いいとこだけじゃダメなのは分かってるから、まあ、悪いところももちろんね、ちゃんと見せつつっていうのがこうリアルだと思うんですよ。ただね、今日に関してはもう悪いとこしかない、ボーイのね、いいとこを、やっぱりこの台は81に引いた時の歓喜だったりっていうところが一番見たいと思うんで、まあ、そのためになんとかちょっとやろうと思ったんですけど、時間いっぱいまで粘ったんですけど、ちょっとできなかった、ごめんなさい。僕は一切悔いはあるけどないです。よくわかんないけど、なので僕のことは嫌いになっても、ボーイのことは嫌いにならないでください。結果の方はですね、投資が123,000円で、回収が100枚ぐらいかな、なんでもう12万負けです。といったところでね、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンにコメントの方僕全部読んでるんで、ぜひしてください。はい、これからも頑張っていきたいと思います。そしてですね、実はとある新しい企画が、番組が始まろうとしてるんで、ちょっとその予告をぜひ見てください。どうぞ。おはようございます、小曽根さん。おはようございますじゃないんだよ。素敵な企画持ってきたから、小曽根さん、暇だっちゅうから。ちょっと待って、俺マジで何なの急に呼び出して。この何か怖いんだけど。 WebTV 新番組企画書、時給500円の演者、自腹でどこでも行きます。日本の最低賃金は820円ですが、それを大幅に下回る時給500円で、未来のスター候補生小曽根くんが全国へ派遣されます。なんで500円かっちゅうと、某社のこの演者さん、まあ、これトップですね、業界の、時給87,500円なんですよ。ホールさんの負担が半端ないわけ。ちょっと待って、87,500円ないでしょ。誰87,500円、どうか、トップで業界行ってみ、名前上げてみ。あーかもしんないよ。でも俺は言ってないから、お前が今自分で言った。どうやってマジで時給500円で行くの。そうだよ、時給500円じゃなくて呼ばれないでしょ。行くわけないよ、お前が87,500円で呼ばれるわけないじゃん。高速バス、サイヤホステホテル、まあ要は旅費と交通費ですね。はい、これなんと勝成さん全部自己負担。はどういうの。俺が払う。そうだよ、動画収録ですから。あ、マジですか。もちろんもちろん、そこはもう勝成さん、いやそりゃそうですよ。これはもう大人気になる可能性があるんですよ。番組作りますから。いやそれは嬉しい、あそれは嬉しいけど、じゃあ500円でいいじゃん。全国の中小ホールさんを救いたいっていうことでしょ。おひねりチャンスって書いてあるでしょ、それ見てみて、はい、おひねりチャンス見てください。まあ、いわゆるこれはデジタルで言うとスパチャですよ。まあ、アナログなんですけど、あなたに茶碗を渡すから、うん、勝成さんですかって言われたら500円ボーナス。おお、500円、時給分だ。うん、時給500円でインパクトあるでしょ、ワンコインで。ワンコイン演者だお前。
だから全国のホールさんにちょっと、はい、もうガチだからこれ本当に本当に時給500円でいきますって、はい、まあ勝谷さんの決意表明も含めてね、決意表明やりますって、ああまだ全然心ぐちゃぐちゃだけど。全国のホールさん、これ本当に時給500円で交通費も宿泊費も一切いらないです。本当に時給500円だけで大丈夫です。全国どこへでも行きます。ぜひぜひ連絡待ってます。引っ張りだこだ、もう引っ張りだこだよ、うん、おうマジで待って、引っ張りだこになればなるほど俺破産するんだけど、もう10割営業とかもね、昨今流行りの、あ、そう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 、しなくていいんで、しなくていい、しなくていい、できないと思いますね。勝成さん呼んだぐらいじゃ、そう、コスパは抜群ですけどね、うん、集客力はないんで、別に、まあ確かに10割営業したところで誰も気づかないし